ヘイヨーケンツメッシー絶対今日もクラやっていくんですけども、今日はですね、初心者講座、てか、ウルトラレア講座か。メガナイト編です。メガナイトなんだけど、これですね。ジャンプダメージと、最初出したダメージがあって、ファイヤーボールみたいな感じ。上からズシャンと落ちて、ファイヤーボールみたいな効果を出しつつ、攻めていくっていう。ナノコストのね、大型カードなんですけども、こちらをね、アリーナで、ここのメガナイトが出るまでに出るカードで、ウルトラレア他のやつ抜いた状態で作ったんですが、こんな感じ。で、さっきね、グラチャレ発祥から行ったんですよ。そしたら、負けてしまって、ペッカが今多いんで、ちょっと苦しいかなっていう部分はありましたね。で、日本人の方で当たって、やっぱり日本人当たる説は立証されましたね。この動画の一番最初で。で、このデッキなんですけども、このメガナイトホグっていうのが、最初はおすすめです。ドズクさんの方でもね、よく動画紹介されてるんですけど、インフェルノドラゴンをここに入れて、あとアイスゴーレムかな。これが今後出るんですけども、これをこんな感じ入れると、割と強いはずです。確かアイスゴーレムのところ、なんか他のカードだった気もするんですが、なんだっけな、ガゴか、ここら辺だったかもしんないです。はい。で、使えますね。で、これが理想なんですけども、インフェルノドラゴン。これって、空は、前回か前々回に出したんですけど、火力が高いユニットなので、ミニペッカと、ハンターと、あともう一枚自由枠なんで、マスケット重視でいこうかなって感じです。うん、これでいこうか。で、アリーナ、トロフィー2000までにこのカードは揃うので、これが多分一番強いんじゃないかなと思います。なんでグランドチャレンジのやっていきましょう。多分ね、このね、最初ら辺の方がみんな参考になる説が出てきてて、テンプレート相手じゃなくて、この最初ら辺、ここら辺が多分、まさにみんなが悩んでる部分かなと思うので、使っていこうと思います。ハンター。で、雑歩しっかり打ってあげて守っていきます。で、このホグライド一発は入れて大丈夫です。相手4コスト2コスで6コス流してきてて、こっちも4コスト2コスで6コス流してますね。これインフェルノタワー。で、これ施設って、もう時間が経つとこう消えてくるんですよね。なんでここはもうメガナイト後ろから出して、このメガナイトが前に行くときに、あの施設は時間経過して消えるんじゃないかなって感じです。で、このマジックアーチャー。これあんまりダメージ入らないので、これ無視でいいです。で、格上とかの場合は、コウモリだけ出すみたいな感じですね。で、ここでコウモリ出してあげて、で、ここで今、ローリングって相手使ったので、ゴブリンギャングプラスのホグライダー。これで両サイズ攻めが完成です。あと、雑歩するだけで、どっちかは落ちるでしょう、みたいな感じになります。これがね、こちらから形を組むっていう感じになるんですけども、メガナイトっていうのは、こういう後ろからしっかり組むときにも使えます。で、ここはハンターですね。で、ハンターの位置、一応、ここら辺に出すと、このホグライダー完璧できるんですよ。ここら辺かな。出すと、バーンって打って、ホグがたどり着く前にバーンって打てるんですが、それできたらいいには越したことないですね。次あたり狙っていきましょうか。ちなみにメガナイトも、ここら辺出せば、ラムライダーか。で、メガナイトを出します。で、相手、先ほどインフェルノタワーでね、メガナイト処理してきたので、ここら辺にコウモリ出してあげると、ターゲット取ってくれます。で、処理することができます。ねえ。で、ここでライティローリングと打ったので、もう一回同じ攻めを、あとはするだけですね。ギャングから出してあげて、ホグライダーを出すだけでもいいのかなって感じはします。っていうグッドゲームですね。もう一戦行こうか。もう一戦行きましょう。多分、ここがね、一番ね、いいと思う。たまにエリババとかいるんで、そこに対して強いのかなって感じはします。で、エリートバーバリアンに対しても、割と強いんで、メガナイトは。そこら辺使っていけたらいいかなと思います。で、この試合終わった後に、マルチ行こうかなと思ってるんですけど、メガナイトあんまり使ってないんですよね。ちょっとこう、不甲斐ないかもしれないですけど、負けても勝っても一戦だけ行きたいと思います。メガナイトの突破方法はですね、ユニット出した時に、こっちメガナイト出したいんですよね。で、出すと残り3エクストラしか残んないので、その瞬間に逆サイド攻められると結構きついかなと思います。で、もしこのデッキそのまま使う方がいたら言うんですけど、ゴブリンギャングとかは端前でこう、攻めで使ってあげても大丈夫です。で、これザップ打ってから、ハンターで守ります。で、これ、プリンスが突進入ると痛いんで、もう、
こんな感じでホグライダー出してダメージを抑えます。まあまあまあこういうことやね、みんなが言いたいのは。こういう相手でしょ。で次からは気をつけるんです、ここで。なるほど、最初ゴブリンギャングを攻めで出してプリンスが受けつらかったと。じゃあ今度はゴブリンギャングを温存しておきましょうって話になります。ここら辺に出すゴブリンギャングが強いんでね、覚えててください。でここマスケット重視出します。このマスケット重視が本当に強いんでね。でここでカウンターの形組んでも大丈夫ですね。ここ行きましょうか。でガーゴリの霊がいるんでファイアーボールで構えていきましょうか。うん、なるほど、ここは守られると。ハンター出してあげます。ここら辺の位置がいいね。最初根拠の距離で打って最後に一発重たいのを入れる感じです。大体スケルトン部隊とガーゴリの群れがいたので、ここをガーゴリの群れ 出させてから、ここでザッポ構えると多分スケルトン部隊が、まあ、出てくるって感じですね。ここに打つとスケルトン部隊で守られちゃうので、本当に打つべきなのはどっちなんやっていう話ですね。これ多分相手ベビードラゴンから出してくるので、マスケット重視を後ろから出すと、出してこないと。まあ、メガナイト出してあげて、できるだけね、ここの距離は近い方がいいです。で、相手、先ほどバルキリーで受けてきたので、そこはハンターで読みましょうか。よいしょ。ハンターで読んであげて、ここでザップを打たずに、温存します。ここですね。これもうちょっと構えとくといい感じにいけるんですが、マスケット重視。でここで待って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 、メガナイトでターゲット取ってる間にコウモリとかで処理してあげて、あとはまあこういう攻めとかでもしてあげれば両サイドがどっこいしょって感じですね。でスケルトン部隊さえまあしばけば OK ですね。まあグッドゲーム、こんな感じですね。一応なんでメガナイトがそのエリートバーバリアン来たら、やっぱエリババゲージとか来た時にメガナイトバーンって落とすと、相手8エリクサー使ってるに対して7エリクサーで防衛できて、かつメガナイトがカウンターで走っていくので、割とね、ペースはつかみやすいのかなと思います。で、こういうペッカメガナイトとかも今あるんですけど、多分メガナイトホグに近いのがメガナイトルーフグだと思うので、使っていきます。いけるかな？メガゴで合ってるよね。メガナイト、ルイホグ、はい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 。いきます。疲れるかな展開。まあ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 、やっていきましょう。一応ね、メガナイトの今、輝いてるデッキはここら辺ですよっていう話です。でも言うてなんかゴレメガナイトとかも強いんでね。まあ使っていけばいいのかなって感じはします。で、まず待ちます。メガナイト出すタイミングがね、割と難しいですね。剣詰めしてもまだわかんないぐらいなんですけども、基本は本当に序盤はカウンターさえしとけばいいかなって感じはします。なんか、これこのマジックアーチャー、これね、この間も講座出したけど、これマスケット重視だと思って、これコウモリとかで、これゴブニンギャングで、これメガナイトで、これがロイホグがホグって感じですね。なんだろうな相手で。ゴブリンの檻とかまあ施設なんですけど、この位置置くと逆サイドのホグライダーとかは直進してくるんですが、こっちは寄ってくるんですよね。でもう一個高みに置けば大丈夫なんですが、ここら辺のマスケット重心に焼かれちゃうっていうね。相手ラバか。どうしようかな。マジックアーチャー出しておいてあげて、ファイアボール打ってくる。よいしょ。守れないので、ここは。まあ、まず捨てですかね。で、メガゴが優秀で、こう一応、U の出しといてあげて、攻めてきます。相手うまいんでね、ここら辺のね、相手のプレイ見てください。マジでうまいんで。で、相手、多分、ここエレクトロウィザードから入って、メガナイト前出せば、多分、受けないんで、縦の戦士と墓石なんで、多分捨ててね、逆サイド来る気がするんです。お、これ受けてくるな。OK。飛び込んできて、いやー、相手の防衛がうまい。相手の防衛がうまい。こんな感じで、メガナイトの防衛は、
こう飛びつかせたりするといけます。多分ねこれファイアボール打たれるんで、まあ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 って感じですね。ザップも打たれた、あとは相手守るだけでいいもんな。ね、ゴブリンの檻最初に置いちゃうとバルーンがちょっと防衛できなかったですね。もったいない。全然勝てない相手ではなかったですね。でメガナイト出してあげてカウンターアウトするんですけども、相手も分かってるんでね、ここら辺はちょっと今後はちょっと使えない、自分のなんだろう得意じゃないカードはマルチ避けるかもしれないですね。参考になるならないのレベルじゃないですね。ちょっといいでしょ、攻めるんですが、まあしばかれてしまうって感じですね。いやーもう一戦だけ行こうかな。もう一戦だけ行っていい？いやーでもこれ難しいな。もう一戦だけ行こうかな。どうせ後でマルチするんで、これ負けたら展開折っちゃうんですけど、どうしようかな。メガナイトインドラのホグだったらまだ使えるかな。どうしよう、すげえ今世紀最大に悩む。メガナイトって難しいんですよね。ペッカが多いんでこれでいこうか。これで最後いって終わろうと思います。勝ちたいね。まあでもメガナイト入れとけばなんとかなる説はあるね。多分最初ら辺に出るウルトラレアの中では一番使いやすいんじゃないかな。一気にメインになれるんで、主役になれるんでね。集中していくか。だね、次のプリンセス講座もね、ちょっとはユニットのこと知っとかんとな。エレクトルウィザー出してあげて、雪玉と相手。待って、ラバクロもしかしてこれ。ラバクロ来たー。ラバクロ来たー。ラバクロはね、やばいよ。これ、やばくない？守れるかな？整列させてここにメガナイト落として、 OK、 角度が超いい。 OK よっ、 OK、 今のマジアチの使い方ピカイチ。ただメガナイトがジャンプして、ここ工場ババゲンきます。でスケルトン部隊だと思うんで、相手捨ててくるか。雪玉スケルトンみたいね。OKOKOK。エレクトルウィザードは出したくないんで、こうダークプリンスでいけようか。OK。さっきのマジアチの位置いいな。ここか、覚えた。ここは無視で、相手これダメージ入るんで。で、ここユーノ出します。多分捨ててくるからランバーで受けてくるかの2択。OK、捨ててくれた。ってなると、さっきと同じことをしたいんですが、マジックアーチャー出してあげて、今度はペッカで受けよう。いや、メガナイトだ。並べ。OK。ザップって、いやー守れへんな。いやー際どい。ここを捨てて、捨てて大丈夫だよな。捨ててマジックアーチャー出してあげて、いやー今のなー難しいな。相手も角度を学んできましたね。多分ここラバハンド来るんだよな。メガナイト出して、これはね、初心者の方は見ちゃいけませんよ、本当に。見ちゃいけないね、相手です。ラバクロはね、クラロラじゃないんですよ。だから、ね、ラバはこの使い方が一番今は強いです。ちょっと待ってよ。これ、ペッカ後ろから組んで、ここさえ守れば多分俺の勝ち。
いやーマジか悔しい。マジか。まあ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 、もうちょっとね攻めればよかったのかなって感じはするんですが、こう上の方ではちょっと今メガナイトは苦しいですね。ただまあ多分このデッキをゲットしたての人たちは使えばいいかなと思います。いやーラバクロな、多分途中でねペッカ展開だったと思うんですよね。逆サイドの後ろはやってたかな。最初の防衛神がかってたんですよね。はい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 。でマジックアーチャーで整列させて、ここ神、ここ神、神防衛かまして、でここまで抑えられて、でここで相手がタワー捨ててくれたのは良かったです。ここねマジックアーチャー出してメガナイト出して、メガナイト速攻解けたな。いやー守れそうで守れないあれだな。マジックアーチャー出して守れて、マジックアーチャー出してここよね。ペッカを右の端前に出して、これ右の端前に出してスケルトン部隊にザップみたいなやれば多分いけたかな。まあまあまあ、このデッキ使い込んでない甘さが出ましたね。まあそんな感じでこのデッキが多分本当に強いと思うんで、これでよかったら行ってみてください。ということで、まあ今日はメガナイト講座でした。まあ俺もね全部のウルトラレア使えるってわけじゃないので、まあ自分に合ったウルトラレアを見つけて、まあ使い込んでいくっていうのは大事になるかなと思います。ということで、まあこのデッキを知ることがまずできたのが良かったんじゃないかなと思います。またメガナイトもねそのうち練習して頑張って使いたいかなと思います。ではお疲れ様でした。